皆さん、こちら、今回何関心言及させていただきたいかというと、新しく書籍を購入しましたということで、これです。ゴルゴ13。皆さん知ってる方いらっしゃると思うんだけど、ゴルゴ13というか、何冊か持ってるんだけどね。でもこれ全部集めると191巻とかなって相当な、あれなんで、全部書いてないですけど、今度ね、全部買ってみようかなと思ってます。で、これは、いわゆるポケットエディションというか特別版です。だから、コンビニで売ってたやつなんだけどね、コンビニで買ったやつなんだけど、定価で333円プラス税金ということで、ほんと小さいやつです。だから、老眼の人ちょっと見づらいんじゃないかなっていう、ね、感じがするんだけど、まあ、これ、元関東軍参謀がロシアへ渡るということで、まあ、非常に面白いです。まあ、通常このゴルゴ13ね、東郷、劉備東郷に関しては、スナイパーです。スナイパーということで、狙撃手ね。なんだけど、今回この場合、このボディーガードも兼ねてます。すごくかっこいいですね。だから、このゴルゴ13って何が面白いか、ね、皆さん読んだことある方はもちろんよく知ってると思うんだけど、読んだことない方のためにおすすめということで、書籍のおすすめということでさせていただきたいんだけど、海外の情報、今までまあ海外92カ国を訪問していろんなところで、ね、調査も兼ねてるんだけど、海外のいろんなところの情報、まあちょっと古いデータもあるけどね、だから出てる、発行された年月によって古い情報だったりもするんだけど、いずれにしてもその海外のいろんな情報、諜報機関ね、KGB なんて昔ありましたけど、その SBR って今ロシアの諜報機関になってますけどね、対外向けのね、そういった諜報機関が出てきて、そのやり取りとかね、そういったところが、見ることができて非常に面白いです。ということでね、まあ、斉藤隆夫さんって方が書いてるんだけど、この方すごいですね。まあ、相当これで191巻まで出して人気ですから、相当稼いだとな、何十億って多分稼いだと思うんだけどね、まあ、すごい、本当にでも本当に面白い本なんで、これ結構ハマるということでね、これちょっとお勧めさせていただきたいと思います。